パリーグソフトバンク楽天6日ペイペイドーム楽天の黒川文也内野手が今季1号を放った1点リードの5回1・2塁で打席に入るとソフトバンクの先発大津の初球ストレートを右翼テラス席へ今季1号ツーランに打ったのはストレート同級生同学年の小座が投げているので その中で打つことができてよかったですとコメントした。2軍から昇格し、6月26日のロッテ戦、ZOZO からスタメンでの起用が続く黒川だが、5日まで6試合に出場し19打数3安打、打率1割5分8厘と低迷。今江監督も試合前、黒川について聞かれ、どんどん打っていかないと試合には出さないっすよ。 今、打ってないってね、笑い、今はチャンスを与えてる、それはもう皆さんが感じている通りだと思いますと奮起に期待していた。